久しぶり、姫路さん。元気だった？リサ君、ごめんなさい。何？強化合宿の初日、アギッサ君を覗き魔扱いしてしまって、ごめんなさい。いや、結局覗き魔そのものになったけどね。アキ久しぶり、ミナ。第8問、入学時どんな抱負を抱いたか答えなさい。自分は特別な人間で、いつか才能が認められる事件が起きると信じて。目を覚ましましょう。